ロドリコとロドリゴリオス・ロサーノは、スペイン王国カスティーリャ・レオン州、ソリア出身のサッカー選手、レアル・オビエド所属。ポジションはフォワード。2009年にセビージャ・アトレティコへ加わったが、2009から10シーズンのうちには、トップチームにも招集され、第24節アスレティック・ビルバオ戦には、途中出場で、トップチームデビューした。その2日後には、 スペイン U21 代表にも初出場している。次の出番となったのは UEFA チャンピオンズリーグ出場権がかかった最終節の UD アルメリア戦で同点で迎えた93分途中出場のロドリがこぼれ球をオーバーヘッドでゴールを決め一躍ヒーローとなった。2011年8月移籍金150万ユーロで FC バルセロナ B へ移籍した。 2012から13シーズンは、フットボールリーグチャンピオンシップのシェフィールドウェンズデー、FC へ、レンタル移籍するが、2013年1月に、レアルサラゴサへのレンタル移籍、シーズン終了後には一部昇格を決めていた、UD アルメリアへのレンタルが決まった。アルメリアは2013から14シーズンを通じて、会に低迷し17位でシーズンを終えたが、 ロドリは27試合で8得点にアシストを記録し一部残留に貢献した。2014年8月、ブンデスリーガ2部の TSV1860、ミュンヘンへ移籍した。契約期間は2017年6月までとなっている。2015年8月4日、セグンダ・ディビシオンのレアル・バリアドリードにローンで加入した。2016年7月27日、 コルドバ CF に移籍した。ありがとうございます。